今日はレトロ漫画の金字塔であり、バスケ漫画の最高峰のスラムダンクについて、試合中にやらかして、負けに導いてしまった残念なキャラを、5人ほどピックアップして、紹介していきたいと思うぜ。勝負の世界だし、負けに直結するようなことを、やらかしてしまうキャラも、当然いるわよね。もし視聴者さんの中に、他にもやらかしてしまったキャラを、知っていたら、ぜひコメントで教えてほしい。よろしくね。それじゃあ早速紹介していくぜ。まずは陽南の魚住。ビッグジュン、私は好きなんだけどね。私も好きなキャラの一人ではあるが、陽南が敗北した大きな要因は、魚住の退場に他ならないだろう。まあそこは否定できないわね。特に決勝リーグの海南戦は、それまで互角以上に渡り合っており、そこは魚住の活躍が大きかったと思うんだぜ。体格的にも、文字通り大黒柱の活躍だったのかしらね。魚住の必死な守備の代償として、ファウルを積み重ねてしまうのだが、そこを高砂につけ込まれ、4ファウル目を取られてしまう。そこは高砂の上手さもあるわよね。それ自体は仕方ない部分も、あるのかもしれないが、その後に審判に抗議したことにより、5個目のファウルを取られ、退場してしまったんだぜ。そこは擁護のしようがないわね。その結果、先頭は魚住のいない、チームの限界を感じており、試合終了ギリギリに同点に追いつくも、延長はダイジェストで、処理されてしまうという始末だぜ。海南は全国2位の実力を、持っているチームだし、魚住が冷静に対処していれば、陽南も全国で十分に通用するチームよね。ファウルが積み重なるのは、必死なディフェンスの裏返しかもしれないが、作中でファウルトラブルで退場してるのは、商用戦までの桜木と明豊の森重くらいと、バスケ経験の浅い二人であり、陽南のキャプテンである魚住なら、そこはもっと注意して、ディフェンスして欲しかったと思ってしまう。そういえば桜木は、海南戦以降退場してないのよね。そして海南戦後に迎えた湘北戦。桜木がファウルした際に、審判に抗議しようとすると、ルカワにあっちの2メートルみたいになるぞと、言われる始末だぜ。でもルカワも桜木も海南戦は、帰っているから、実は魚住の退場シーンは見てないのよね。まあそこは赤木あたりから聞いたんだろう。とにかく4個目のファウルを取られた魚住が、一旦ベンチに引いたことで、赤木を止められなくなってしまい、湘北にリードを広げられてしまっている。陽南の監督の田岡が、湘北のファウルトラブルとか言ってたけど、湘北戦もファウルトラブルが、問題になったのは魚住だけだもんね。そして魚住のファウルで、それまで精神的に落ち込んでいた。桜木を立ち直らせるきっかけを、与えてしまったのもまた大きい。そして控えのセンターでは、赤木に対抗できるわけもなく、湘北が勢いに乗ってしまったんだぜ。勢いに乗った湘北は、そう簡単に止められないわよね。というわけで、全国大会のかかった2試合で、ファウルトラブルを起こしてしまった魚住を、やらかしたキャラとして選出させてもらった。続いて紹介するのは、湘陽の長谷川。ツンツン頭で、三井と中学時代に対戦してたキャラね。試合前に三井の得点を5点以内に抑えると公言していたが、最終的には20得点ほど決められてしまっている。前半とかは割と抑え込んでいた感じだったんだけどね。個人的には、長谷川は実際に能力の高い選手で、三井をそれだけ抑え込める能力のあった選手だったんだろう。ただ三井へのコンプレックスから、後半に三井を煽るような言動をして、それに呼応するかのように、三井のスイッチが入ってしまい、三井のスリーポイントを誘発することになってしまったんだぜ。5点以内に抑えるという発言を三井に聞かれちゃったのも大きいわね。長谷川はおとなしい選手で、普段は自分をあまり出さないと言われている。いつも通りにプレイしていたら、三井に対して煽るような発言もせず、淡々と守備をこなすこともでき、三井のスイッチも入らず、それこそ三井の得点を5点以内に抑えられていたかもしれない。そもそもなんで長谷川はそんなに三井のことを敵視していたんだっけ。長谷川は中学時代に三井と対戦経験があり、そこでボロボロに、やられてしまったんだぜ。それだけでなく三井の不良時代に、長谷川は街で偶然三井を見かけており、そこで因縁をつけられたことで、三井に対する怒りを燃やしていたんだぜ。高校3年間努力していた長谷川は、中学時代に負けた三井に対して、リベンジしようという思いが、強すぎたのかもしれないわね。実際、試合を観戦していた陽南からは、目立たないけどいい動きをしていると、しっかり評価されている場面もあり、普段通りの動きをしていれば、湘北に勝利し、決勝リーグに進んでいたのは、商用だったのかもしれないな。大事な試合ほど、普段通りのプレイができるかが求められる。それって基本だけど、大事なことだと改めて思い知らされるわね。続いて紹介するのは、商用の藤間。監督も兼任しているんだし、それはちょっとかわいそうじゃない？そもそも思うんだが、藤間は監督に専念するため、湘北戦の前半はベンチにいたのだが、もし決勝リーグに進み、海南と戦う時でも、最初はベンチからスタートするのだろうか？さすがに海南戦は、スタートから出るんじゃないかしら。すなわち湘北を、甘く見ているということであり、その認識が湘陽の敗退へと、繋がったんじゃないだろうか。藤間が最初から出ていたら、また違った展開になってただろうしね。
そもそも監督兼任だから、藤間が序盤でないというのは違和感があるな。なんでよ。そもそも湘北も決勝リーグの陵南戦で、安西先生という監督不在の中、戦うことになっているが、監督不在だからと同じキャプテンの赤木が、監督の代わりをするために、ベンチスタートするようなものじゃないか。もしそうなってたら、魚住に対抗できなくて、惨敗してたでしょうね。本来は選手なのだから、監督としての手腕を見るのはかわいそうだが、その手腕もかなり疑問が残る。なんかあったっけ？戦術の長谷川が、三井とボックスワンを申し出た時に、長谷川が向きになっていることを、察知して止めていれば、長谷川の冷静さを、保つこともできただろう。これは難しい部分でもありそうだけどね。普段はおとなしい選手が、初めて自分の殻を破ろうとしているということで、その後押しをしたいという、気持ちは監督としてあるだろうし、ここで長谷川が一皮向けることで、上の戦いでもっと活躍してくれるだろうから、結果論ではあるのかもしれないが、結果としてこのボックスワンは握手であり、その責任はボックスワンを容認した、監督の藤間に責任があると思うぜ。長谷川がボックスワンに行かなくても、そこまで三井を抑え込めていたわけだしね。ただ藤間は監督ではあるが、長谷川と同学年のチームメイトでもあり、長谷川のそういった提案が、純粋に嬉しいという気持ちもあり、その提案を突っぱねることは、まあ難しいと思うぜ。まあ私が藤間の立場だったら、絶対に長谷川の提案を容認していたと思うわ。そして選手としての藤間だが、三井と桜木が退場した後、1分50秒残っていたのだが、そこから1ゴールもできずに敗退している。バスケで2分近くも得点が動かないって、結構珍しいわよね。いくら湘北が決死のディフェンスをしていても、司令塔である藤間が、どうにか切り込むことは、できなかったのだろうか。ここはダイジェストになっているから、具体的なことはあんまりわからないのよね。この場面は藤間も焦っていただろうし、外から試合を見られる監督がいれば、この1分50秒もまた、違った結果になっていたと思うぜ。結局のところ、商用に監督がいないのが、一番のやらかしって感じね。続いては豊玉の南。エースキラー南ね。南はルカワに肘打ちをかますのだが、肘打ちを食らったルカワが、その後にひるまずに自分に向かってきたことで、調子を落としてしまい、まるでシュートが入らなくなってしまうんだぜ。これはルカワを褒めるしかなさそうだけど、エースキラーと呼ばれ、卑怯なイメージがついている南だが、その実力は本物であり、もし南が本来の実力を発揮していれば、湘北が負けていた可能性も、十分にあるんだぜ。大阪予選の得点王だもんね。実際ルカワに突っ込んで、一度怪我でコートから退いて、そこから復帰した後は、連続でスリーポイントを決めており、10点差から4点差に迫っており、もう少し時間が残っていたら、試合がどう転ぶか、まだわからなかったと思うぜ。最初から正々堂々と戦っていれば、また違った結果になっていたかもね。ただ豊玉のメンバーが、本気で試合に集中し始めたのが、南が復帰してからだし、集中していない状態で、そのまま試合が続いていたとしても、豊玉が有利かと言われると、そこもまた難しいところなんだぜ。結局は、たらればの世界になっちゃうわけね。言ってしまえばそうだな。湘北との試合で、南は完全に改心したみたいだし、もし冬の選抜に南が残るのなら、どんなプレーをするのか、かなり興味があるな。豊玉自体楽プレーもなくなりそうだし、どんなチームになるのか興味あるわね。まあ板倉あたりは、相変わらず相手を挑発してそうだがな。確かにありそうね。続いては山王の堂本。急に監督が来たわね。個人的には、スラムダンクの中で、一番やらかしているキャラだと思う。そこまで言うの？選手たちに油断や慢心はない、と言っておきながら、自分自身は初戦で敗退するとは、微塵も思っていないという、完全な油断っぷりを、安西先生につけ込まれている。監督勝負だったら、湘北の圧勝だったのね。ただ三井を警戒して、スターティングメンバーを一の蔵にして、三井を疲弊させたのは、堂本監督の功績かもしれないんだぜ。それは堂本が有能なんじゃなく、一の蔵が有能なだけなんじゃない。頑張って擁護しようと思ったんだが、少し無理があったな。そして試合経験の少ない川田をとうとう、試合に出し、結果として桜木に惨敗して、桜木に自信をつけさせる始末。まあでも試合経験の少ない選手でも、経験を積ませるために試合に出すってのは、他のスポーツとかでもあるんじゃない？だとしても、大量リードで試合が、決まった場面や、そもそも全国大会じゃなくて、県大会の予選のうちに、使っておけという話なんだぜ。それは確かにそうね。山王だって県予選を勝ち上がらないと、全国大会に出られないわけだし、川田をとうとう使う場面は、他にもいくらでもあった気がするわ。そして後半に入ると、ゾーンプレスで大量リードして、湘北の心を折るのだが、ここで湘北の奇襲によって、なんとか湘北はゾーンプレスを破ったんだぜ。ただ湘北がゾーンプレスを破ったのは、あくまで奇襲による感じで、完全に破られたわけでもないのに、ゾーンプレスを解除して、通常のディフェンスに戻しているんだぜ。ゾーンプレスの対策をしていて、それでいて何度も破られるようなら、解除してもいいと思うけど、たった一回だけでやめちゃうのは、さすがにどうなのかと思うわ。
その後は桜木のリバウンドや、赤木が立ち直ったことにより、三井のスリーポイントが、決まり始めるのだが、この時も生還を決め込んでいた。あの時の三井はバテバテだったし、まあ仕方ない部分はあるんじゃない。実際、スリーポイント自体は、そこまで確実性のあるものではないから、湘北がスリーポイントに縛られ、そこで三井が外すことにかけたのだろうな。最初のうちは、さすがにどっかで外すだろうと思うけど、あれだけ決められてたら、もう少し早く対策しても良さそうよね。三王はディフェンス重視の時は、一の蔵をコートに出し、オフェンスを重視する時は、松本を出すという、使い分けを行っていたのだが、湘北が追い上げてきても、前半に三井を追い込んでいた、一の蔵を出すことなく、松本を使い続けていた。一の蔵もスタミナ切れだったのかしら？一の蔵は三王一のスタミナを持っており、スタミナ切れで動けなくなっていたとは、考えにくいんだぜ。前半は沢北をあっさり引っ込めたのに、そこは堅くなに松本を使い続けたのよね。松本はほぼゾンビ状態の三井に、恐怖に近い感情を覚えており、三井がシュート体勢に入ると、慌てて止めに入るようになってしまっている。落ち着かせる意味でも、一度松本は下げるべきだったかもしれないわね。そしてその松本は、三井のスリーポイントに対して、異常なほど慌てた状態で、ブロックに入ってしまい、スリーポイントを決められた上に、フリースローという4点プレイを、献上してしまうんだぜ。これ自体は松本のやらかしなんでしょうけど、三井に対して冷静に対処できなくなっている。松本をコートに残しているのは、堂本の采配ミスよね。そして桜木の異常なリバウンド能力に気づき、川田を桜木のマークにつかせるのだが、川田は今まで赤木をマークしており、川田の代わりに赤木のマークについたのが、川田弟なのもかなりの問題だぜ。そもそも川田弟は、テクニック面でも桜木に負けていたわけだし、そんな川田弟が、赤木に勝ち目なんてあるわけがないわよね。実際に宮城にここまで来て、赤木に川田弟をつけているのは、ミスなんじゃないかと、はっきり言われてしまっているんだぜ。これは完全なやらかしね。そして試合残り数十秒で、堂本はタイムアウトを取ろうとするのだが、湘北が選手交代をするのを見て、タイムアウトを取り下げている。これは桜木がもう動けないと見て、交代する間を与えないというものだったのだが、結果的にその動けないと思っていた、桜木に逆転シュートを決められて、敗北を喫してしまった。そもそも桜木なんて三王戦だけでも、これまで予想できないことばかり、しでかしているわけだし、コートからいなくなってくれた方が、よかった気もするけどね。まあこれは結果論と言えるかもしれないが、それまでの采配は、用語の仕様がないということで、今回選出させてもらったぜ。というわけで、今回の動画は以上だ。このチャンネルでは、レトロな漫画やアニメに関する、様々な動画を今後も投稿していくぜ。他にもいろんな動画もあるから、別の動画も見ていただけると嬉しい。それでは、ご視聴ありがとうございました。